エアブラシなんて気の利いたもの持ってません。これでいきます。今回はですね、QT1、これ、ね、バットマンドロビン。かわいいですね。この QT1 さんの、素体を使ってですね、オリジナルのキャラクターを作りたいな、と思います。早速、その素体にですね、サフを塗りましてですね。はい。サフを塗りました。というわけで、早速今から、色を塗っていきたいと思います。とりあえず今赤塗りました。赤こんな感じです。ペンと、筆で塗っております。エアブラシなんて気の利いたもの持ってません。これでいきます。黒も塗ってみました。こんな感じです。こういう感じになりましたのでね、髪の毛をつけたいと思います。なので髪の毛は、このクレイネンドを使います。髪の毛つけました。こんな感じです。はい、ここまでできました。あとは胸にこのマーク、シンボルですね。シンボルを貼ったら出来上がり。シール作ってみました。いや、面テープ。これ、胸につけます。貼ります。アメコミリーグレッド。完成。